はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。これはたまらないな。マリネ、お帰りなさいませ。主様、私からのプレゼント、明日はこちらをご用意して、新年を迎え新たに始まる一日をおみくじで占ってみませんか。じゃあ行くしかない。え、大吉じゃん。おみくじの結果はどうでしたか。なんかもらえるんだよな。ミナーに切れぬものはないで。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。これをやっていくっていうのが本当は大事なのかもしれない。じゃあデイリーやっていきますか。普通に。あれ3の1なんだ。それって全部満たしてるから問題はない。そう、全然、あ、そうか、これそういうことか。だから一回帰還しないとダメです。ダメージが引き継がれちゃうからな。あ、やばい。なんだこれ。死んだ。倒しました。戻ることはできない。戦闘不能なんで、これをこれと入れ替えて引き続きバトル開始。バフがかかるのかな。あ、死んだ。楽ではないな、俺。これ意外とクロス。え、まさか相手の攻撃？何これ。
残り1体？いや、まだ2体ある。厳しいな。いやー、やばい、やばい。ノーマルでも結構苦労させるよな。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。10回は厳しいと思う。やってみよう。正直プレイヤーのレベルを上げないといけないよね。26じゃ全然足りないかも。いいよいいよ。戦力としてはすごい。2のは有力、有能。クランって何？クランクロース。他のプレイヤーとクランを結成しましょう。クランを結成するとクランバトルやダンジョンで協力して戦えます。クランに入れるらしいわよ、うん、せっかくだから入ってみたら？結構楽しいみたいよ。いわゆるあれか、まったりプレイと自由にプレイは何が違うんだ。ちょっとここに入らせてもらおう。一応よろしく。っていう風に送信。たくさんあるね。いいね。葉はかわいい。いいね。マリネも。おいっす。スタンプがあれできるのかな。お、なんかサポートキャラがある。
なんだろう、マナサポートキャラを設定しておくとマナが獲得できます。ってことですね。すごいな、順位こんなに少なくとも7000以上は順位あるんだ。プリンがないなら死んだ方がマシなの。確かに。もう死んでたの。じゃあちょっと返しましょう。こういうのが非常に大事で、プラスランダムを。昔みたいにあちこち飛び回れないのって。クリアレベル2ごろだからな。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。切れぬものはないです。将軍は館船に乗って、つまり7、10万って結構大きくないか。おっと、また2つ手に入る。スキップチケット別にいらんよな。今1500だから、まずこれを10回引くだろう。こちらキャラのみ。まあでもピックアップガチャ行きましょう。かわいいな、ミサト。いいやん、全然いけるやん。悪いねー。ということで、この子もプレイヤーできるんだろうか。さてどうだ。金ってことは S が2つのみか。しかも引けないしね。ストーリーも多いが、まあ27だよな、プレイヤーが。その前にクエストだったら、クエストを攻略するとアイテムが手に入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。そうですね、もらっとくものはもらっとかないとダメ。これは絶対やりましょう。あの 日付でクランバトルが初めて見るな。クランバトルに登場する魔物はとても手強いようです。お一人の力で倒すことは難しいので、メンバーの方々と協力して少しずつダメージを与えましょう。少しずつ。え、開催までお待ちくださいって、すぐやってくれないんだ。こちらではクランバトルに参加された仲間の皆さんの活躍を振り返ることができます。全員が参加してるわけじゃないんだな。とりあえずメインクエスト続きをやります。ついてきてね。いざ出陣です。涼しくない。 おゆっくり。
星5までいけるんだけど、星5にするにはなんか特別なアイテムがいるんだろうな。集団攻撃だから、え、いいのいいのいいの、オッケー、いいね。クリアです。サイドストーリーか。ついてきてね。出陣です。まあこの辺はほっといても勝てるでしょう。しましたが、ちょっと右の牛さんのダメージがすごい気になる。なんでこんなダメージ食ったんだ。前衛だからってわけでもないかもしれない。レベルが上がった。ここは見ることはできない。キャラクターはそろそろ見ることはできるけど時間かかるからな。エクストラ？なんだろう。これか、アニバーサリーカウントダウン。依頼を達成していただいてありがとうございました。本を預からせてもらってもいいですか。ありがとうございます。それじゃあコッコロちゃん、キャルちゃん、シェフィーちゃん、お願いしますね。はい、お任せください。お二人ともではあちらへ。配達している間に聞いたと思うんですけど、私たちあなたと出会ってもう3年になるんですね。ちょっと信じられないです。いろんなことがありすぎてあっという間で。覚えてますか？海に行ったり、異世界からやってきた人たちと交流したり、ギルドレースに参加したり、お魚を釣ったり、いっぱい冒険して、その度に素敵な食卓を囲みましたよね。ピコリーナだけにいろんな思い出が生まれて、それを形にできたらいいなって誰からともなく思い始めて、気がついたら
みんなの気持ちが一つになっていたんです。で、ごめんなさい、何の話かさっぱりですよね。もう少しでわかりますから。お待たせ、できたわよ。コッコロさんが言ってた通り、あなたって本当に女の子の知り合いが大勢いるのね。どうまこと、びっくりしたわ。他のギルドの皆様に負けないよう、私たちも全力を尽くしました。カリン様、ではよろしくお願いいたします。カリン、はい、お預かりしますね。ギルドを巡る配達以来の旅、お疲れ様でした。こちらが今回の報酬です。そうです、この3年間あなたと皆さんが育んできた絆を形にしたフォトブックです。中をご覧になってみてくださいまし、主様。みんなのあなたに対する感謝の気持ちがいっぱい詰まってるわ。記憶喪失になって3年か。私たちのも。そのフォトブックは私たちにとっても宝物のようなものです。それをあなたが持ってくれているって思うと心がポカポカしてきちゃいます。やばいですね。本当だね。少年、君は誰よりも自分ではなく他人を優先できる素晴らしい心の持ち主だ。そんな少年が困った時には君を理解してくれている人たちが必ず支えてくれる。私もそんな人間の一人のつもりだ。それにしてもあんたとこんなに長い付き合いになるなんて思ってもみなかったわ。まあでもその悪くない3年だったかもね。さあ主様、この後お祝いのパーティーを準備しております。積もる話はその席でいたしましょう。そうでした。パーティー楽しみです。この3年間は私たちにとってかけがえのない時間でした。あなたがいろんな女の子たちとつないだ絆が、気がつけば女の子たち同士の絆にもなっていて、それがとても嬉しくて幸せで。そしてこれからまた始まるのよね。いいこと言うじゃない、ギャル。え、今ちょっと嫌なことを言おうとした。やめた。嫌なことじゃなくて、主様と共に。嫌なことじゃなくてなんだ。はい、私たちがこの日を迎えられたことへの感謝と、これからの未来への気持ちを込めて、本当にセンシティブなこと言おうとした。3周年ありがとうございます。寝たい。フォトブックっていうのがあるんだ。最後だけなんだな。まず振り返ってみましょうっていうコーナーですよね。4周年おめでとうございます。おや、主様がカウントされておりますが。ちょっとペコリーヌ、あんたちゃんと説明したの？今日4周年の記念パーティーをやるってこと。この反応だとはまだだったみたいね。ギリギリまで作業していたので、つい。それでは私からご説明しますね。ぐい、あんたどこからともなく出てくるのやめなさいよ。今回あなたに各地を巡って集めてもらった封筒には、活動記録の他にもう一つ大事なものが入っていたんです。
蝶の4周年のお祝いに合わせた特別なプレゼントを作るための。実はね、岸くんが訪問した先のみんなに協力してもらってお気に入りの写真を入れてもらってたんだ。というよりもそちらが本命だったと言えばいいのかな。各地を巡ってもらったのもそのためだったというわけさ。秘密にしててごめんね、キジ君。ほら、ペコリーヌ、見せてやんなさいよ。はい、それじゃあ、これをどうぞ。カレンダー？主様のためならと喜んでお手伝いを引き受けてくださいました。フェスも生放送もあったし、スケジュールに間に合うか心配だったけど、ユイさんたちもカレンダー作りを手伝ってくれたの。みんなの思いを込めて作ったから、大切にしてくれると嬉しいわ。この1年のことも、もちろんこれまでの4年間のことも、全部全部大切な忘れられない思い出です。もちろんこれからの1年も、その先の未来も、これからもあなたと数えきれないくらいたくさんの思い出を作って、ずっとずっとみんな一緒に楽しく食卓を囲んでいきましょう。なんかおしまいっぽい雰囲気出してるけど、まだ4周年の記念パーティーがあるんでしょ。早くしないと料理が冷めちゃうわよ。そうですね、料理は美味しく楽しくですよね。みんなで笑顔で食べるのが一番ですから。それじゃあ皆さん、準備はいいですか。グラスを持っていきますよ。4周年ありがとうございます。これってクリア済み？このハウス。みんな。おっと、ペコリーヌ様、急に立ち止まる。こうなるとなんかマークつくの？つかないからわからないな。エクストラでニューがつかないとつかないんじゃないかな。ずっとシフィー出てくるけど、これ重要なキャラクターってこと？こんな大役をもらったんだもの、しっかりしなくっちゃ。3周年からよし、行くわよ。それでは皆さん、準備はいいでしょうか。せーの、 4.5 周年おめでとうございます。皆さん、本日はおめでとうございます。再び節目となる記念日を迎えられたこと、大変喜ばしく思います。
ではお一人ずつお言葉をどうぞ。私からですね。私から言えることはたった一つです。嬉しい日はご飯も美味しい、以上です。ペコリーヌ様らしい味わい深いお言葉でしたね。では私からも一言。一歩一歩の確かな歩みをこの先も主様と。あれ、一言？一言なの？私結構長々と考えてきたんだけど、私をこれからも見ていなさいよ。次は私ね。最近時が過ぎるごとに自分の中に大切なものが増えていくのがわかる。それをもっと増やしてもっと大切にしていきたい、そう思うわ。それでは次はお待ちかねの時間です。シェフィーさんから何か贈り物があるんですよね。え、あ、私だけの贈り物じゃなくてみんなからの。シェフィーちゃん、その贈り物はシェフィーちゃんが最初から最後まで全力を注いで作り上げたものです。だったらそれはシェフィーちゃんの手から渡すべきだと思います。いいの？なに照れてんのよ、尻尾が真っ赤じゃない。そんなことないわ、ないわよね。シェフィー様、大丈夫でございますよ。それより主様がワクワクして待っておいでです。さあどうぞ。これ受け取ってもらえるかしら。シェフィーって本命ってこと？私からあなたにあげられるもの、それはあなたとみんなと一緒に紡ぎ上げてきた思い出。それを漫画にしてみたの。え？あ、でもここで読むのは待って。シェフィーちゃんすごいです。これすごいですね。とっても可愛くて面白いです。これが漫画ですか。洗練された技術が必要なものだとお見受けしますが。シェフィー様がこのような才能をお持ちだったとは。言うの。ちょっと私にも見せなさいよ。私の出番はあるんでしょうね。はい。この美貌がしっかり再現できてなかったら説教よ、説教。あ、ちょっとみんなで見ないで。恥ずかしいのに。どうやら皆さん素敵な節目を迎えられたようですね。この先も皆さんの笑顔が輝き続けますように。それでは改めましてもう一度 4.5 周年おめでとうございます。中華将軍とともに天下統一するです。それがニノンの夢なのです。ランクが3になった。ないな、EX 装備は。才能効果はメモリーピースが必要。メモリーピースはいろいろ手に入れられるけど、石ショップはお金がかかるんだろうな。
主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。分からん、メモリーピースがたくさんあるけど、まず何のメモリーピースを手に入れる必要があるのか、まあ、とりあえずユイの、こういうことだ。こういうことだな。アイテムを手に入れる。で、必要なアイテムを手に入れて、強化するってことだ。タスクをこなす。ランクアップできる。で、またランクアップして、入手方法は合体させないと、合成させないといけないんだ。まず入手方法として、一応リクエストもできるんだ。ちょっとすぐは無理ですね。ソビリクエストは1回のみ。ガラス高原、樹脳高原でもいい。集めることも大事だよな。みんな、マリマロを持ってきたよ。これの入手方法は、これは1個ある。キザストーリーはこれ。1はもう見てるはず。絆ランクが上がってないからダメなんだ。彼女はどうだ？お任せ強化。いいですね。どんどん強くなっていきます。で、このハイメタルアックスをどうやって入手するのか。ガラス高原へ行く。ベーベ高原へ行く。行ってないのにクリアしていいの？
ちました。みんなが頑張った結果ね。こんなこともできるんだ。それでも挑戦するという。日焼け止めよし。入手できると掛け合いってこと？本当だ。あ、装備で入手できた。そういうことか。これで装備できるんだ。まだできない。許可できない。なんか炎みたいなのがあるな。これは持った後だな。作成片方は作れたんだけど、もう片方が作れないっていうとこか。手に入れないといけないが、例えばここでこれを使って、
野菜ランクアップできる。もっと先ってことですね。だから先に行かないとクリアできないんだ。メモリーピースなんかもいるし。クリアって何だったっけ。わからん。カルビアのギルド見てみるか。結局いろいろ頭穴的にやっちゃってるよな。のぞみ？ポスター貼ってから結構経つのに全然応募が来ない。なんでだろう。女の子限定だから。アイドル活動は順調だけど、やっぱりソロだけじゃなくてユニットもやってみたいし、早く誰かが応募してくれますように。あの、すみません。みんなのために歌って踊って、悲しい気持ちと戦うギルド、興味のある女の子いませんか？なんちゃって。あの、ああびっくりした。私に何か用？歌って踊って戦うメンバー募集。このポスターはあなたが？そうだけど。踊りは経験ありませんが、興味はあります。こちらのギルドにはまだ加入できますか？ギルドに入ってくれるの？大歓迎だよ。私はのぞみ、よろしくね。チカです、よろしくお願いします。普段は前衛を担当されているんですか？私は前じゃなくてセンターかな。あと一人でも入ってくれたら華やかでいいんだけど。センター？華やか？どういうことでしょうか？じゃあ俺らが入ってやるぜ。俺たちマジで強いからさ、役に立つぜ。君らめっちゃ可愛いじゃん。俺らと仲良くしようぜ。ごめんなさい、募集してるの。もう刀向けてる。あなたたちが可愛い衣装を着て踊りたいなら歓迎するけど。俺たちが男の子になっちゃう。君たちが可愛い衣装を着てるところが見てみたいんだけどな。ギルドメンバーが集まってないってことは気象男子かな。俺たちと遊びに行こうぜ。ほら、カミよ。何ですか、あなたたちは。何？話してください。こうなったら。今の歌声。マクロス？今の歌に呼ばれてきたの？歌でなんかやるって何だった？マクロスのせい。いいからこっちに来いよ。シンフォギアか。ダメージ食らっている。腰抜かしてんだよ。まったく、嫌がる女の子に無理やり迫るとか最低ですね。くっそ、体に糸が絡まってうまく動けねえ。全員スマッキンバックプレイ。疲れましたね。もう大丈夫よ。助かった。二人ともありがとう。でも刀向けてるからな。いいえ。この二人はコンビなのか。あの人たちの動きが止まっていなかったら、
危ないままでした。止まってる？私も当然のことをしたまでです。ああいう連中には口で言ってもダメなんですよ。実力で黙らせないと。あなたなかなか頼もしいわね。そうだ、これも何かの縁だし、よかったらあなたもギルドに入らない？はあ、ギルドですか？どこにも所属していないので入ることはできますが。どこか落ち着いて話せる場所に行きましょう。詳しいことはそこで話すから。やばいやばいやばいわよ。今までの活動でソロのアイドルにできることは大体やったの。でもアイドルとしてまだできることがあるんじゃないかってずっと思ってて、うん、その答えを見つけるために一人じゃなくてグループでアイドルをやってみたくなったんだ。だからお願い、私と一緒にアイドルになって。アイドルって確か歌で人を元気づける存在ですよね。お話が違います。募集のポスターには歌って踊って戦うって。歌って踊って日々の悲しみや辛さに耐える、みんなの悲しい気持ちを私たちの笑顔で吹き飛ばす戦いだよ。そういうものを戦いとは言えない気がします。私はてっきり歌や踊りで人々を心から守るギルドかと。アイドルだって歌や踊りでみんなの笑顔を守れるよ。できるなら歌で魔物をやっつけてみたいけどね。そんな芸当ができる人なんていませんよ。まあギルドとしては魔物と戦うのが正しいですけど、女の子が戦うなんてやっぱり危険じゃないですか。プリキュア、プリキュア否定か。どうせやるなら可愛い服を着るお仕事の方が楽しいに決まってます。プリキュア過去プリンセスプリンシパル。紬の言う通り、しかも女の子なんだから戦いばっかりだと疲れちゃうの。自分から危険に飛び込まなくてもいいのに。ご心配は無用です。私はそのための力を授かっています。歌で精霊を呼び出す召喚術、聞いたことはありませんか？召喚術？聞いたことある。じゃあさっきのって、チカ、あなた本当に召喚師なんだ。すごい、いたんですね、そんな芸当ができる人。はい、私はずっと人々の平和を守るために歌ってきました。なのでそれ以外で歌うのはあまり気乗りがしなくて。そうなんですか？服装からてっきり吟遊詩人の方だとばかり思ってました。私が吟遊詩人？考えたこともありませんでした。実にもったいないですね。チカさんとのぞみさんが揃えば見た目だけでそこら辺の男性なんてすぐ落とせますよ。そこにさっきの歌ですよ。何なんですか？最強ですか？最強と言われても正直ピンときません。大王者。今まで異性の目というものをあまり意識したことがないんです。そうなんだ。そんなはずありません。だってチカさん上から80、56、82ですよね。その容姿なら今までに言い寄ってきた人が何人もいたんです。すごいのかな。どうして私のスリーサイズを。私は一目見ただけで相手のスリーサイズ。痩せ型の普通だな。体は嘘をつきませんからね。しぐらい。お二人が一緒にアイドルとして活動すればきっとたくさんの人が注目してくれますよ。そうだよ、戦いのためだけに歌うのはもったいないってば。歌には人を元気に笑顔にする力もあるんだよ。みんなを笑顔にするのは平和を守るのと同じじゃない？それはそうかもしれません。でも人々を守るという役割を行うにも資金が必要ですよね。金。そして戦って稼ぐばかりでは私たちの体が持ちません。確かに。歌や踊りでお金が稼げるならやるべきですよ。それに精霊が呼べるくらい上手な歌ならいろんな人に聞いてもらった方がいいよ。紬もチカの歌もっと聞いてみたいよね。
もちろんです。その上で私の作った衣装を着ていただけるならさらに大歓迎ですね。他の人たちもチカさんの歌を気に入ると思います。そんな、でも私は。じゃあこうしようよ。私はあなたの魔物退治を手伝う。だからあなたも私のアイドル活動を手伝って。それならいいでしょ。お、ね、お願い。刀を向けるアイドル。衣装を着てもらえるなら私もチカさんのやりたいことをお手伝いします。わかりました。魔物退治の合間にお手伝いするくらいなら。のぞみさん、よろしくお願いします。やったー、一緒に頑張ろうね。はい。でも私の歌は皆さんの平和を守るためにあります、うん、そのことは忘れないでくださいね。もちろん、安心して、魔物退治もしっかり頑張るから。戦いだってアイドルの仕事だもん。本当ですか？まあ、刀向けてるからな。紬は私たちのギルドを入ってくれる？あそこまで行ったなら入ってくれるよね。二言はありません。うん、裏方でよければお手伝いします。ただし私は仕立て屋ですから衣装にはうるさいですよ。仕立て屋なのか紬って。やるからしっかりしたステージ衣装を用意します。やった、衣装係までゲットできるなんてラッキー。あんな衣装やこんな衣装を着たお二人の姿が今から目に浮かびますよ。ああ、なんて眼福。つむぎ、かなり面白い顔になっちゃってるから早く戻ってきて。あ、すみません、つい物思いにふけてしまいました。もう大丈夫です。みんなこれからよろしくね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジュエルか。こんだけあるんだよな。軽く溶かしていくな。ありね。あ、一人死んでる。復活するような魔法ってないのかな。死にやすいなこの羊飼い。なんで星にしかつけない。ちょっと挑戦するんだけど、羊飼いじゃなくて、水着でいいの？いざ出陣だ。ここかな？
ニノンの方が硬いはず。ニノンの方が。でもニノン結構これでも減るな。赤、ニノン死ぬね。全員対数負担自体がでかいんだ、これ。アイテムとか考えないといけないのかもね。豪華だな。回復が少ないとやっぱり焼いちゃうよな。全員の負荷がでかい。ギリギリの勝利だな。
死ぬよな。全員に対する負荷がでかすぎる。レベルどんどん上がっていきますね。装備強化ができるようになりました。強化用アイテム、他の装備を消費することで装備のステータスを上げることができます。今回は私が用意した装備を使って装備を強化してみましょう。これで装備を強化できました。強化した装備がランクアップで消費された際は、強化に使用した素材の一部が精錬石として戻ってきます。またおまかせ強化では装備の強化はされないのでお気をつけください。え、おまかせ強化だと？主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。精錬石を購入できる。この精錬石が結構重要ってことか。例えば祈り、この祈り回答のメモリーピースを精錬石がいるって言ったよな。20だけじゃ不足してんのか。一石ショップ行くしかないからな。結局地道に上げるしかないってことですか。
この部屋先に進まないとどうしようもないってことか。一応か特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。がんしゃぶん手をつなぐです。これでニノンと将軍は固い絆で結ばれたです。なんだろう。お絵描きのお仕事は体力がいるので大変ですが、自分のペースで進められるのはありがたいですね。じっくりと。もう一回弾ける。こちら弾いてみるか。今度は素敵な仲間が増えますよ。星2までか。しおりですね、今回のキャラは。クエスト。過去のストーリーイベントを楽しめちゃいますよ。遊んだことのないものがあれば一緒にやってみましょう。イベントクエストとかできんな。これで経験値を稼ぐっていうのも全然ありですね。ミッションをクリアすると報酬がもらえますよ。頑張ってください。そういうことか。たくさんキャラクター手に入れたな。こんだけいますからね、まだ。ん？カリーはないのか。ないのかな？
条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。一応か将軍と共に、まあ、これはもうダメ。あー、いやいや、サイドストーリーはみんなの稽古場が。ここで腕試しをしていきましょう。全力全開頑張っちゃいますよ。まあ、勝てるわけないけどな。多分もっとレベル上げないと多分叶わないと思う。いや、そうでもないか。ピカシアは言ってる。全然あんまり減ってない。アニメじゃない、本当のことさ。結構削れてるな。半分になった。2人はでもヒーラー入れとかないとやばいかもね。いいよいいよ、持ってる持ってる。え、時間切れってあるんだ。腕試しができるようです。ここで練習を重ね、実戦に生かしてまいりましょう。ニノンが諸君の調理懐で温め、キャラクターも見ることはできるし、ということで今回はここまでかな。メインクエストも第3章行ったし、過去のストーリーイベントを楽しめちゃいますよ。シャグン3章行くことで、クランバトル解放したり、ギルドハウスの ガチャなんかもやることができましたね。ジュエルはよく考えて使うことね。無駄遣い厳禁。シールを使うことでボックスを拡張できるんだ。
将軍の草履、懐で温めておいてです。まあよくわからないけど、混乱してますが、メインクエストの3章平米給料のとこまで入ったってことでいいと思います。ハートもあるんですが、ちょっと難易度がね、まだ足りないかもしれない。少しずつクエストを繰り返していって強化する必要があるかと思います。プレイヤーレベルを31までいったんでね、ギルドに入ることもできましたし、みんなでお散歩に行きたいわね。みんなすごいな。にごろっていうのがどうやら、ピークみたい。いつか将軍とともに天下統一するです。それがニノンの夢なのです。クランっていうのに入ることができましたね。はい、バトルをして力比べをしてみましょう。実力が試されますね。頑張ってください。それでもかなうわけがない。おいおい、瞬殺だよ。だけですね。気になるパーティーとバトルをしてみましょう。どちらが勝利するのか、私も楽しみにしていますね。みんな200以上いってるから話にならないんだよな。お仕事とか言ってるし。はい、ということで、気になるパーティーとバトルをしてみましょう。どちらが勝利するのか、私も楽しみにしていますね。まだまだ全然なんで、はい、このクランというのに、ストーリーの第3章で、このクランというのに入ることができました。これにて引き続き進めていきたいと思います。今回はここまでです。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。